ジャズはポーランドの鉄道車両メーカーであるペサが展開する路面電車車両。床上高さを低くしバリアフリーに適した構造を有する超低床電車である。ペサがポーランド各地の路面電車へ向けて展開する超低床電車の一つで台車がないフローティング車体を有した連接編成を組む。最大の特徴は従来ペサが製造していた車内全体が 低床構造となっている車両と異なりすべての台車が、車軸がない独立車輪式台車になっていることで、床上高さは、全車体とも 350mm に統一されている。これにより、従来の超低床電車と比べ車椅子や、ベビーカーでの利用が容易となっている一方、主電動機の位置は、従来の車両から変更され、各車輪の外側に一機ずつ配置されている。 また、ジャズには、ワルシャワに工場を持つ、メドコムが製造した、スーパーキャパシタが屋根状に搭載されており、停電や電気機器の故障などにより、給電が行われなくなった場合でも貯めた電力を用いて、短距離だが、自走可能となっている。制動装置には、回生ブレーキが搭載されており、回収した電力は充電池に蓄積される。また、車内には、運転台。 車内共に冷暖房が完備され快適性が向上している。これらの機器はマイクロプロセッサによって制御され、オンラインでの自動診断が行われている。128N134N2013 年3月、ポーランドの首都ワルシャワで路面電車を運営するワルシャワ路面電車会社は、ペザとの間に45両分のジャズを導入する契約を結んだ。さらに、 翌2014年には新たに片運転台3車体連接車のジャズの導入契約が交わされている。2017年時点でワルシャワ市電では以下の2形式が使用されている。128NG ポーランドグダニスク市内を走るグダニスク市電では5車体連接式のジャズが使用されている。 これは2013年に導入契約が成立したモノでロクパーミルの勾配を最大600メートル走行可能な性能を有し 128NG という形式名を有している。車体デザインはワルシャワ市電向けの 128N とは異なり流線形状の前面を有している。従来の高床式車両の置き換えや バリアフリーの向上を図るため2014年から翌2015年にかけて5両が製造され、同年1月29日から営業運転に用いられている。一方、これらとは別に2018年にグダニスク市電を運営するグダニスクバス路面電車会社はペサとの間に新たなジャズを導入する契約を交わし、翌2019年には オプション券を行使する形で15両の追加発注を実施した。基本構造は 128NG に基づいているが、運転台への AED の完備、座席への充電用 USB ポートの設置など、快適性や安全性の向上が図られている。当初は2019年1月から導入が開始される予定だったが、実際はそれよりも遅れた同年7月から営業運転を開始し、 翌2020年までに全30両が納入される予定である。これらの車両のうち初期発注分15両の最終車両として6月に導入された車両は、グダニスクに拠点を置く、サッカークラブのレヒア・グダニスク設立75周年を記念し、緑色を基調とした塗装となっている。ありがとうございます。